ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はオリジナルラジオ番組を作ろう、中学生放送研究会小学生放送クラブをお送りします。ラジオ高等、この番組は高等区の制作でお送りします。ラジオ番組を自分たちで制作し放送する中学生放送研究会小学生放送クラブ。ラジオ番組の企画、取材、収録などを体験し、区政や町、そしてラジオへの興味を持ってもらおうという取り組みです。さて、今回は小学生放送クラブ、豊洲西小学校4年孫葉佳也さん、3年孫よりさんのオリジナルラジオ番組をお送りします。それではスタートです。皆さん、おはようございます。私の名前はかや。私の名前はより。二人合わせてスウィッチセスター。はい、本日は仲良し姉妹スイートシスターの二人がお送りしてくれます。本日は二人にね、いろいろお話を聞いていきたいと思いますが、まずは二人の好きなものですね。好きな食べ物から教えてください。私は姉のかやです。私の好きな食べ物は、ママの作ったトマトスパゲティとサラダです。なぜかというと、家に帰ったら腹がペコペコじゃないけど、ママの作ったスパゲティの味を急に汲むと急に腹がペコペコになるんだよね。サラダは健康にもいいし、冷たくて好きな野菜が全部入っているから。私の好きな食べ物は、私は妹のよりです。私の好きな食べ物は、大好きな食べ物はピッツァと桃。一番好きなピッツァの味は果物ピッツァ。中国で住んでるおばあちゃんの家で食べたことがよくあります。よくおばあさんと一緒にピッツァのお店に行って買うこともあります。本当に美味しかったです。また一番好きな果物は桃です。ふんわりとして甘いです。歯磨きもいつも桃味を使っています。いいですね。二人ともなんか好きな食べ物も違うんだね。はい。そしてそれぞれエピソードがあるんだね。はい。好きな食べ物にね、はい、腹がペコペコになっちゃうんだね。はい。はい、さあ、続いては二人の旅行について教えてもらいたいんですが、旅行エピソードをお願いします。はい。姉のかやです。今年の夏休み、私たちはフランスとイギリスに行きました。東京からパリへ15時間飛行機乗って、すごく気持ち悪かったの。あとパリのルーヴィル美術館に行って、世界的一番有名なモナリザという絵を見ました。すごく人が多かったので10分ぐらい待ってやっと見れました。このモナリザの絵は小さな紙で描いていて、私はすごくびっくりしました。だけどこのモナリザの微笑みをじっと見ると、このモナリザの微笑みは怖いと思っていました。その後ミロのヴィーナツも見ました。このミロのヴィーナツは象です。でこのミロのヴィーナツの象は両腕がないのですね。でこの両腕のない理由は、多分フランスとイギリスがいて、でこの2つの国がどっちでもこの像が欲しくて、で最後に戦争が始まったんですね。で戦争の時に誰かさんの刀がこの像の腕を砕れかれていったんですね。その後エッフェルタワーにもたくさん写真を撮りました。オリンピックの五輪は東京オリンピックの五輪はエッフェルタワーに飾られています。東京とは色は違って、エッフェルタワーはたくさん写真を撮りました。
あとマカロンも食べたよ。一番好きな味はバラ味、あとはメロン味、イチゴ味、ブドウ味、レモン味、バニラ味など、一番すごく食べたの。めっちゃうまかった。妹のギョリです。大英博物館も行って、世界で一番大きい博物館、日本、中国、エジプト、ドイツの宝物がたくさんある。2回行ったのに一部しか見られませんでした。あ、そうそう、イギリス、そこはイギリスなんだよね。私たちはパリのリオドスターという電車に乗ってイギリスに行ったんだ。あとはケンブリッジ、オックスフォードという世界的結構有名な大学にも行きました。すごくでかくて感動しました。あとそのところの大学生も結構見ました。私もあの人たちみたいにそんなにすごい大学生になりたいと思います。はい、二人の旅行エピソード、はい、はい、はい、そんな感じですね。はい、はい、これは今年の夏休みのことですか？はい、そうです、はい、2週間行ったんです。2週間、はい、ね、とっても楽しかったです。よかった、結構長めにね行ったんだね、うん、はい、もう総称して楽しかった。はい、うん、大丈夫、あのもうあの、うん、あのそのイギリスの時にあのもう日本に帰りたくないあの気がしました。そんなに なんか、うん、楽しすぎて、はい、帰りたくないって。私今もう一回行きたいなという気持ちになっています。そ、はいはいはい、それはいい思い出になったんじゃないかな、はい、ただあれだね、飛行機がちょっと辛かった、はいはい、長いよね、気持ち悪かった、気持ち悪くなっちゃうよね、わかるわかる。いやなんかね、もう2週間行ってたってことなのでね、もっといろいろとお話聞きたいなと思うんですが、はい、他にも聞きたいことがあるので、ちょっと次の項目に行きますね。はい、はい、では2人の身近なことです。学校の生活について教えてもらいたいんですが、はい、じゃあ好きな授業を教えてもらおうかな。兄のかやです。私の好きな授業は図工です。なぜかというと絵を描くのが好きで、絵を描いているうちに自分がもうこの絵の世界の中にいるような気がします。妹のよりです。私の好きな授業は音楽と図書です。なぜなら歌を歌うことが大好きです。本を読むことも大好きだからです。二人とも芸術的なことが好きなんだね。はい、なんかいいね、こう表現力が豊かそうだもんね。はい、はいはい、じゃあ学校楽しんだね。はい、はい、他にもなんか学校での楽しかったこととかありますか？はい、学校で私は面白いと思ったことや好きだったことは先生のことです。先生は優しくて元気いっぱいの男の子の先生で、うん、いつも先生の家で起こった面白いことや爆笑することをみんなに話してくれて、私も聞いて爆笑しました。私の優しいことは、鳳仙花を移動するときに服を濡れたときに、うん、友達がハンカチを出して私の洋服を拭いてくれたことが感動しました。いい学校だね、はい、まずねお姉ちゃんのかやちゃんは学校の先生のお話が面白い、はい、男の先生の、はい、家であった爆笑エピソード。そうめっちゃ爆 笑, すごいねその先生、はい、そんな結構面白いことが日常で起こるんだね、はい、それでみんなに話してくれて、はい、みんなで笑う、うん、みんなで笑う。いい先生ですね。めっちゃ面白いことなどは、はい、うん、もう私たちはもう机の下で笑っているけど、うん、そんなに面白いんだね、うん、それを結構あの毎日お話ししてくれるんだね、はい、わそれは楽しいだろうね、はい、さあそして妹のよりちゃんはお友達がとても優しくしてくれた、はい、放線下の何かをこぼしてしまったのかな、あのなんか土があの洋服に濡れた時、うん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 、友達があのハンカチ、友達のハンカチを出して私の洋服を拭いてくれた、うん、優しいね、はい、それはちょっと感動するぐらいの優しさだね、はい、そういうの優しくされるとなんか自分もねその優しさで返そうかなって思わない？はい、ね、思います。だからきっとねよりちゃんも優しいんだろうな、はい、ね、なんかね、はい、二人ともねすごい学校楽しんでるんだね、はい、うん、はい、それではここで一曲を送ります。私たちの好きな曲です。夜遊び祝福どうぞ。さて仲良し姉妹の好きな曲をお送りしました。さあ後半もね2人にいろいろ聞いていきたいと思いますが、では2人の将来の夢聞いてもいいでしょうか？はい、
カヤの姉です。私の将来の夢はアナウンサーになることです。なぜかというと舞台が好きで、舞台に立つと自分が自信が湧き、自分が輝いているように感じます。人々に喜びを届けることで自分もとても幸せになります。妹のヨリです。将来の夢は歌手です。理由は私も舞台が好きって歌を歌うことも大好き。家で YouTube を流して一緒に歌うことがあります。はい、2人の将来の夢を聞かせてもらいました。はい、かやちゃんはアナウンサー。はい、へー、すごいね。はい、テレビに出たりそういうなんか現場とかに行くアナウンサーになりたい。はい、なんか今そのためにやってることとかある？意識してることとか。はい、いろんな発表会とか、こういうアナウンサーのような舞台に結構出て、で、あといろんな例えば朗読大会とか出ています。朗読大会、それ学校であるものなのかな。はい、いや別の他のところ、例えば、学校じゃなくて例えば他の舞台で一人一人朗読して、で、この誰が一番朗読で点数が高いのが1位で、で、こうやって1位、2位、3位ってこうやって決めているの。はい、点数がつくんだ。はい、緊張するね、それ。今日ある、今日ある今日、この後、はい、すごいじゃん、今日ラジオ出てこの後朗読大会出て、はい、ねえ、大活躍だね。はい、すごい。でもかやちゃんって声がハキハキしてて聞き取りやすい声だから、私もね、アナウンサーになるの応援してます。はい、はい、頑張ります。いや、頑張って。さあ、そして妹のよりちゃんは歌手になるのが夢。はい、歌うことが好きなんだね。はい、なんか昔から、お母さんが私の歌が綺麗だからなんか歌手がなんか、いいと言って、なんか歌手になりました。聞きたいな、それさ、次回このラジオ出てくれるときに歌ってよ。今日はね、突然だから難しいと思うんだけど。で、最近でなんか一番好きな歌手とかよく聴いてる曲って何かありますか？今日のなんか、祝福と YOASOBI のカイト。カイト？カイトってあの嵐？嵐のカイト。あ、嵐のカイト。そうなんだ。なんかオリンピックのね、曲だよね。はい、それを聴いて歌ったりもするの、一緒に。はい、聞きたいな、今度聞かせてね。はい。YOASOBI の曲って難しいと思うんだけど、歌える？練習すればきっとできる。うん、あと私の好きな曲、は、こういうめっちゃリズムの乗るダンスの歌で、例えば Make Me Happy とか、クリックとか、いろんなこういうリズムに乗って踊るダンスの歌が好きです。すごいじゃん。じゃあ将来はリズムに乗って歌って踊れるアナウンサーだね。はい、将来じゃあアナウンサーと歌手でね、もうなんか有名な姉妹になっちゃいそうだね。はい、ではそんな姉妹のことをもう少しね、質問させてもらいたいんだけど、はい、もうね、そのオリエンテーションの時から私ね、仲いいなって思ってたの。はい、3年生と4年生だよね。はい、同じ学校に通っているんだよね。はい、はい、朝行く時は一緒に行ってるのかな、2人で。はい、はい、一緒に行ってます。一緒に行って帰る時も一緒に。例えば相手がまだその時まだ教室にいたら、私たちは待つです。そうなの？待ってくれてるんだ。あるは私は3年生だから、5時間目授業で、はいはい、お姉さんは、6時間もある。そういう人は先に帰る。先に帰るけど、ちょっとの差だったら待ってくれるんだね。はい、なんかね、すごく仲いいなって思ってるからね、いろいろ聞きたいんだけど、普段なんか2人で何して遊ぶことが多い？歌ったり踊ったり、例えば、シール交換とか、いろんな好きな、女の子好きの遊びをしてる。女の子好きな遊びをしたりしてるんだ。はい、いいね。学校でさ、例えばその廊下とかでたまたま会うとかもあるの？あらーとか、体育の授業であらーとかない？それはない？そういう時は手振っちゃったりとか？そういう時は手を振って、で、妹とか、妹ヤッホーとかいて。あら、いいね、いい関係性だね。はい、ちなみに喧嘩することとかある？ある。ある。ひどい時は私たちの例えば洋服でこうやって叩き合っていることがある。なんかマットで戦う。マット、マットで戦う。すごいね。いや、でもなんか直接のね、その拳じゃないところがまた女の子らしいというか、洋服で戦
戦うんだ、はい、いや面白いわこのねなんか姉妹ラジオもね、はいはい、やってほしいなと思うので、はい、ぜひねまた次回も挑戦してほしいなと思うんですが、はいね、最後の時間になるので今日を実際ラジオ生放送オリジナル番組をやってみてどうだったかを感想を一人ずつじゃあ、はい、お姉ちゃんのかやちゃんからいこうか、はい、あのこのラジオを私あの今日は一番最初ラジオをやってすごく緊張したんだけど、うん、でこの本番の時なんか言ってみたらなんかあんまり緊張じゃなくてあんまりこのラジオをすることは楽しいことだと思っています。よかったです、はい、さすが将来のアナウンサーだ、はい、ねえ緊張はしてたんだねでも最初ね、うん、全然見えなかったけどね初めてなんですか。そうだよねじゃあよりちゃん今日の感想を教えてください。はじめはめっちゃあの姉ちゃんの気持ちと同じで、うん、なんかドキドキしてて、うんうん、その後なんかあのやり気があったからなんかどんどん自信が出て、うん、なんかどんどんあのなんかやり気が出てきて、あの楽しかったと思いました。あ、よかった楽しかったならよかった。こちらもね楽しそうに見えた2人ね、はい、すごくよかったのでぜひまた来年も挑戦してください。はい、はい、本日はありがとうございました。本日は小学生放送クラブお送りいたしました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等区政情報さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は高等区の制作でお送りしました。